今回は数学の問題を一生懸命解いた時に疲れる僧帽筋、それから首の後ろの頭板状筋を伸ばしていきます。気持ちよく伸ばしていきましょう。椅子に座って座面の下を持ちます。はい、ここからぐーっと背筋を伸ばすと肩が下がりますので、これだけで僧帽筋少し伸びますよ。はい、ここから頭の先端を持って斜め前にぐーんと倒します。はい、せっかくですから数学の公式を覚えながらいきましょう。身の上に心配 R3 乗9の体積、身の上に心配 R3 乗9の体積。はい、そしたら反対もいきますよ。はい、反対の手で座面の下を持ちます。はい、ここでぐーんと背筋を伸ばして肩をしっかり下げましょう。これだけで伸びてますからね。はい、ここから頭の先端を持って斜め前にぐーっと倒します。しっかり背筋を伸ばしておきますよ。はい、また公式を覚えながらいきましょう。心配 R 二乗9の表面積、心配 R 二乗9の表面積。はい、気持ちよく伸びたし、公式も覚えられましたね。たくさん勉強して首が疲れた時はぜひこのストレッチを行ってください。宇宙船内が無重力なのは地球から遠くて引力がないからではありませんよ。地球の周りを高速で回ることによる遠心力が地球の引力と釣り合ってるから無重力になってるんですよ。意味で理解する生きた知識は見える世界を広げますよ。